の番組はね、天下の TBS という放送局でやっていながらね、制作システムっていうのは普通の放送研究会とかで作ってるテープとあんま変わんないんですよ。というのもスタッフっていうのはさ、最初にこう、では伊集院光にパーソナリティお願いしたいって TBS が言ったら、こう TBS の誇る、 TBS でヒット番組をたくさん飛ばしてきた放送の構成スタッフのこういう人が入りますとか、あと音楽はこういう人がやりますっていうのを出るじゃないですか。それでいて AD さんもこういう番組からこういう人っていうのを大体やるわけですよ、一押しの番組っていうのはね。でこの番組が全然一押しじゃない証拠にね、メインの構成をしてるやつがね、俺の友達なんですよ。で友達っていうかね、友達っていうかね、友達じゃないんだよ。だってね、こう渡辺っていう男がついてるんですよ。渡辺っていうやつが一応コーナーの順番とかを決めてくれて、おいでいて、こういう順番でやりましょうとか、それからあと、こういう企画をやりませんかとか、みんなで話して、大体出来上がるんですけど、この渡辺っていうのがうちに来たきっかけっていうのがね、自分のスタッフになったきっかけっていうのが、前に、有楽町の放送局でラジオやってたんですよ、僕、ラジオ。やってたら、毎日のように、夜中の1時に終わってから無駄話して3時ぐらいに出てくると、この渡辺って男が立ってるですよ。いつも立ってるんですよ。おいでいて、自分も、俺も人気出てきて出待ちがいるのかななんて勘違いするじゃないですか、とりあえず。少年が立ってれば。だけどこいつは誰にも声をかけないで、ただ石地蔵のように立ってるんですよ。1ヶ月ぐらい、毎日欠かさず。ほいでいて、ある日ね、あまりに気持ちが悪いんで、君はなんで立ってるのかなって言ったら、いや、伊集院さんが声かけてくれないかなと思ってっていうんで1ヶ月待ってて、で、いて、そうか、君は、いつもハガキを書いてくれてる何くんかなんて渡辺くんかって話になって、今何やってんだって、高校3年生で大学受験ですって言うんですよ。じゃあ、大学受験が終わって、もし大学合格したら、よかったら一緒に仕事やらないかっていうふうに誘って、忘れちゃったんですよ、僕は。その、彼を誘ったことが。そしたらね、4月ぐらいからね、また毎日立ってるんですよ、一時いなくなってたのに。ほいでいて、また声かけてこないんですよ。で、僕は半分ぐらい前も立ってたなってことは覚えてるんですけど、うちに来いとか、ある意味スカウトしたのは忘れてるんですよ。ほいで、いつも立ってるから、こいつ俺を刺す気なのかもしれないと思って、もう一回だけ、君はまた毎日立ってるけど、なんで立ってるのかなと。いや、伊集院さんが来いって言ったからっていう人で。で、それからの彼がすごかったのはね、ほいじゃあ、とりあえずスタジオの中に入って、番組の雰囲気とか見るかって話になって、でいて、別にアルバイトでもなければスタッフでもないから、その当時は。来てもいいけれども、帰りのタクシー送りのチケットとかは出ないから、とりあえず終電までには自分で勝手に帰ってくれと。1時まで番組終わりまでいると絶対、終電なくなっちゃうから帰ってくれ。自分が自力で帰れる、時間までいて、した後は帰っていいからって言ったら、毎日最後までいるですよ。で、毎日最後までいて、で、いつも終わるとお疲れ様でしたって帰ってくるんだけど、タクシー乗るようなお金は、まだなさそうだし、どうしてんのかなと思って、やっぱり1ヶ月ぐらいそんなこと続いた後に、すごく気になってたんだけれども、君は毎日どうやって帰ってんの？原付で帰ってんの？って、いや、僕は免許を持ってませんから。あ、そう、タクシーで帰ってんの？いや、今日も40円しか持ってませんから、タクシーは乗れません。どうやって帰ってんの？って言ったら、家が埼玉県の入間なんですよ。埼玉県の入間まで、毎日歩いて、5時間かけて、家に帰っていて、大体1時とか2時にここを出て、朝の7時ぐらいに入間に歩いて着くらしいんですよ。でいて、っていうことは逆に、終電終わっちゃっても始発が出るまで電車待って帰れば歩かなくてもその時間には家に着くじゃないですか。だから、お前始発まで待って帰ればいいんじゃないのって言ったら、あ、その手がありましたかっていう、すごい変わった人なんですけど、最近やっとね、こういうスタッフとかやるようになってね、多少は人間らしくなってきたかなと思ったらね、この間すごいこと起きましたわ。俺が家で夜中、ぼーっとテレビを見たりゲームをしたりしたら、こいつが夜中の3時ごろに電話がかかってたんですよ。でいて、今久しぶりに歩いて、まあ、その有楽町の放送局から、有楽町の放送局でも仕事やってたんで帰ってくる途中なんですけど、伊集院さんの家寄ってもいいですかって深刻な声で言うじゃないですか。なんか悩んでんのかと、彼も彼なりに一応プロの構成スタッフになったんで悩んでんのかなと思って、お前がそんな自分からコンタクトを取ってくるなんて珍しいから、とりあえずおいでよって言って、うち俺かみさんと一緒にもちろん住んでるから、かみさんに今からその構成の渡辺が来るってさっていう話して、あ、そうなんだって言って、俺多分あの声だとなんか
悩んでたりするんじゃないのかな。相談乗ってやんなきゃやっぱいけないだろ、俺が誘ったんだからって。そうだねなんて、うちのかみさんもなんかご飯の支度とかをしてね、渡辺君が食べるかもしれないからってご飯の支度とかをして待ってたら、10分ぐらいしてから家に来て、夜中のもう2時半ぐらいになってましたね。ガチャって入ってきて、あどうも、いきなり訪ねてすいません、別にすまないことはないけど、なんか用事か、いや用事っていうほどのことはないんですけれども、あ奥さんお元気ですかなんて言って、あ元気だよ、渡辺君も元気、あ僕はいつもの通りなんですけどって、20分ぐらいそこでまだずっとこう玄関で立ち話をずっとしてるのよ。で、あの立ち話もなんだから中入って座りなさいよってうちのかみさんが言ったら、いや座るわけにはいかないんですよ。え、なんで、実はうんこを漏らしてまして二十歳だとりあえず二十歳だ、うんこを漏らしてまして、これを処理するまでは座れないといった塩梅でございまして。塩梅じゃねえよ、何を落ち着いて人の家の玄関先でうんこ漏らしてんだよこいつはっていう。このね、あのたまにね、北総 M 忍び笑いみたいのが聞こえるやつがそのスタッフの渡辺という男なんですけれどもね、本当に変わったやつだよ、すごい。俺も自分で変わってると思ってたけども、この変わり方は異常だね。これでいて、もともとその40円とか100円しか持たない日本放送に来てた男だから、歩いてね、山伏だってそんなに歩かないぐらい歩いてね来てた男なんだけど、最近はそのラジオの番組の構成っていうのをもう何個かやるようになって、とりあえず何個かやるようになって、とりあえずお金は稼ぐようになったんですよ。それこそ15万とかは稼げるよ、アルバイトにしてはすごい、学校行きながらだからね、すごいぐらいか、あの稼ぐようになって、何に使ってるのっていうと、電車に乗ったり、電車に乗ってどこに行くの、いや電車に乗ることが好きなので電車に乗りに行くだけなんですけど、とか、と携帯電話買ったっていうから、たまにはかけてみようかなって言って、日曜日お休みの日に、もしもし渡辺うち来るって言うと、あ今は行けないです、なんで行けないの、どこにいるの、あ今高尾山の8合目にいます、何やってるの、いや散歩ですっていうね、そういうねやつなんですよ。あの面白いんだぜ、もともと出身がね、もともとの商売がいじめられっ子なんだよね。もともとの商売がいじめられっ子 でいじめられっ子のキャリアとしては、大英の数山本ぐらいの長さなんですよ。プロ野球で言えばかなりのベテランなんですよ。あのそんじょそこらのルーキーには何も物を言わせないっていうぐらいのいじめられっ子なんだけど、そのいじめられることが最近は彼はもうちょっと誇りを持っていて、今日も来て、今日大学のゼミですごく面白いことがあったんですよ、なんか匂いでもう分かるようになったんですけども、僕のゼミは16人、男女合わせて16人受講生がいるんですけど、あさってからそのうち15人がスキーに行くらしいんですよ。僕誘われてないんですよ、いいでしょうっていう人で、なんかね面白いですねこの人はね、今俺の中で一番ね面白い人で、いろいろ話してみると、とりあえず弟子にしてほしいっていうことだったんですけど、一応彼は、去年の8月付で僕の師匠になってるんで、これからもよろしくお願いします、なんだよよろしくお願いしますって、まあとにもかくにも今日はですね、2時間ですね無駄話を喋っていきます。それとついに来週のゲストが決定しました。このスタジオの中に僕の他にですね、渡辺くんが、渡辺くんは毎週います。で渡辺くんは大体の人は別に会いたくないし声を聞きたくないですから、渡辺くんはあまり売りにならないんですけど、決まったです。あのね、後で言おうか、今言うか、とりあえず内田有紀ちゃん決定です。すごいぞ、伊集院光と有楽町の放送局の関係から言えば来づらい、ゲスト誰も彼も来づらいよ、無限にオールナイトを切られた人間以外はゲストに来たがらない番組だよ。その番組に内田有紀ちゃんと、あと男子は X のトシさんが来ます、 X のトシさんが来ますんで、まあ内容についてはですね、後ほどね、喋っていきたいと思います。これで1曲目、内田有紀さんゲストに来るということで、内田有紀ちゃんで君が来るのを期待していたんだから、いやこちらこそだよ。
なんかこの歌は内田有紀ちゃんが毒キノコ食いながら歌ってるみたいな歌ですね。なんかね、今最高の褒め言葉なんですけど、僕の中では、内田有紀ちゃんで君が来るのを期待していたんだからをですね、聞いてもらいましたけれども、まあでもね、この渡辺っていう男の携帯電話に電話かけるほど面白くないですよ。大体仕事が俺と一緒なんですよ。自分と一緒のラジオを大体やってるから一緒だから、自分に仕事がない時は大体こいつもオフなんですよ。だからすごい暇な時にその携帯電話で呼び出して、この渡辺っていう男にもしもしってかけると、あんまりね、絶対ね、嬉しそうな声は出さないんですよ。何があって嬉しそうな声出さないんですよ。だから今言ってた、あ、今僕高尾山にいるんでとか、スロットマシンみたいで、今まで一番珍しかったところは、夜中に電話かけたら周りがすごいシーンとしてるのね。なんていうの、アンビエント感っていうんですか、すごい体育館の中みたいなところで喋ってるような、ちょっとしたこう小玉みたいのがワインワインととか聞こえるんですよ。なんか渡辺ですっていう感じの声が聞こえるわけですよ。でどこにいるのって、今ですね、岡山県の福渡りという無人駅にいます。お前何やってんだよ。それは教えられませんって、ね、電話切られたりとかね。あとね、静かなところにまた電話かかってね、今どこにいるのって、あ、携帯電話ここ入るんですねって、これ今どこなのって、長野県のですね、篠ノ井線っていう電車のすで、に使ってないトンネルの五分ぐらいのところに来てるんですけれども、お前は何をやってるの。いや、それは言えませんっていう、こいつはとりあえずこの渡辺といううちの構成は俺がこの業界誘って、一応俺と、なんて言うんですか、二人三脚で仕事をしてるくせに俺に言えないことが多すぎるんですよ。なんかで俺の家にもなぜかこいつは侵入するんですけど、家に帰ってきて誰もいなくて、コンピューターでもいじろうかなと思ってコンピューターのスイッチを入れると、自分のコンピューターの中に見たこともないこうプログラムフォルダーっていうこう見出しがついてて、それをこう自分でボタンを押して開けると、うどん戦争って大きく入ってたりとか、そういう男なんですよ。で、なんでやったんだって聞くと、それは言えませんっていう、これそろそろ俺こいつはあの師匠だから、俺の師匠だからね、やばいんじゃないかなと思いながらですね、最近暮らしてるんですけれどもね。じゃあこれちょっとファックス読んでおきましょうか。一応ファックスね、ですね、ゲストについてやってほしいこと質問ね、内田有紀ちゃんにこういう質問をぶつけてほしいとか、 X のとしさんの顎を掴んで離さないでほしいとか、それやりませんけども、そういうことがあったら、どんどん送ってください。ファックス番号が東京 03-5563-1960、 東京 03-5563-1960 で待ってます。さっきも言った通りですね、来週のアップス伊集院光の深夜のバカ力は、俺が2時間丸ごと、前半1時間が内田有紀ちゃんのモノマネで喋りで、後半1時間が、X のトシさんのズラをかぶって喋るというですね、超豪華な企画なんですけれども、ゲストだけじゃないね、ゲストのためモノマネだけじゃなくてね、企画もすごいね、もうね、泣くね、泣きゲロ、よく子供が泣きすぎて吐くゲロね、泣きゲロですよ。もうみんな、もうこのお知らせもう今週一応最後だから、来週本番だから、泣きゲロスタンバイは OK ですか。ほいで行きます。その泣きゲロモン企画、一応インターネットスペシャル特産タのプラチナチケットプレゼント。この企画はというとですね、あの年末に行われたりですね、これからチケットが発売されたりするライブのチケットを、私タレント伊集院光のネットワークを駆使してゲット、そしてですねプレゼントしちゃおうというですね、もうね、リスナーにとってはですね、目からダゴ汁が出るほどのですね、嬉しい企画ですね。なんでサンタの前に毒がつくかは、まあみんな知ってることとして、表向きにサンタじゃないからね、あの裏広報で全部ですねチケットゲットしてるからなんですけれども、予定しているチケットは全部で4種類、次は4つです。まず1つ目は、ラッシー12月
23日東京ドーム。先週までの告知にですね、間違いがありました。武道館武道館って言ってましたけども、ドームでした。すいません。リスナーからのですね、指摘のハガキ、特にルナシーファンの方からの、そんな秘密のライブがあるんですかっていう、しかも同じ日にっていうですね、指摘がありまして、間違いだということに Now 気づきました。12月23日東京ドームです。そして2つ目は、ゲストに来てくれることが決定しました。 XJAPAN で12月31日大晦日東京ドーム、このチケットはすでに確保しております。そして3つ目、スピッツ1月13日渋谷公会堂、このチケットもですね、もうまさに成功法で、まさにですね、先ほどトークに出てきた皇帝の渡辺くんの電車好きを利用してですね、チケットをゲットすることができました。そして4つ目、シャランキュー1月30日日本武道館、なんとこのチケットもまさかのゲット済みです。そして5つ目、バターメーカー監督ウィズ頑張れベアーズで17月ミッドバター日佐渡金山で行われるライブなんですけれども、このチケットはですね、手に入れることができませんでした。そしてみんなの頭の中に残ってるのは、このクレイジーコラクレイジーは一体何、うちのバイトが歌ってます。はい、そういうことでですね、今回、この5つのうちですね、バターメーカー監督ウィズ頑張れベアーズの方は、エンゲルバーグの体調が悪いということで一応延期ということになっちゃいましたんで、チケットゲットできませんでしたから、残り4つの中で唯一ゲットできていなかったチケットっていうのがあります。それはすでに完売しているルナシーの、東京ドームのチケットなんですけれども、これ頑張っちゃいましたよ。今まではとりあえずね、粘りと根性で取ってきたんですけど、今回は金をかけて業界人らしいですね、チケットを取り方しました。ピアにもお世話になってません。今回、ピアにもお世話に私なっておりません。で、どういう方法を取ったかっていうと、ルナシーの、あの人、レコード会社の人だよね。レコード会社の、宣伝をやっている小林さんっていう気の弱そうな男がいるわけですわ。もう、これはね、気の弱さがジージャンを着たような、弱気がジージャンを着たような男なんですよ。で、この男が一応 TBS の局担当って言って、TBS に、らしいの新曲出ましたから聴いてくださいとか来る人なんですよ。で、この人が人のいいのにつけ込んで、一応おだててみようということで金かけたよね。これ先週何曜日だっけ？金曜日。金曜日の夜中に、小林さん、いつもお世話になってるんで、ちょっと一緒に今日は楽しいとこ行きませんかって言って、ディレクターの永田と、私と、それからあと音を取る、機材を隠し持っている池田さんっていう、この3人で、この小林氏を呼び出して、キャバクラ、六本木のキャバクラを、お姉ちゃんが膝頭の上に座ってくれるというね、日本一極楽なところに呼び出して、こんな作戦を展開してきました。小林さん、いただきます。いつもすいません。小林さん、すいません、いただきます。これからもよろしくお願いします。小林さんだよ、いただきますわ。もう今日はアジアにいるディレクター持ちますね。永田ディレクターが全部持ちます。永田さん、はいはいはい、おっぱい触ってもやるんだよ。違う、今日はメインは小林さんだから、何今日お姉ちゃんのおっぱい触ってんだよ。優等だよ。僕らは小林さんに明日から楽しく仕事をしてもらおうと思って今日はこちらにお連れしてるわけじゃないですか。それをね、ちょっと見た感じ、小林さん職業何に見える？フリーター。君らも一応接客業だったら考えないと、お前さん気持ちよくしなきゃいけないんだから。フリーターってお前なんだよ。あ、でヒントね、ロックバンド系の育ての親なんですよ、この人は。小林さんが育てたと言っても過言じゃないですよね。ほんと小林さん、まあね、ロックバンド系有名、超有名だよね。全部男。最近で、ビッグ。そこででかいとこ行った方がいい。小林さんの神社のサビの具合を見ちゃうと分かんないですよ。出ました、ルナシーの育ての親ですよ。ルナシーが売れない頃から育てでやってるんですよ、ね。基本的には。どうなの、ルナシーのメンバーとかこういうとこ来たりするんですか？よく飲みますね。ほら。そう、リュウイチとか。すごい。大好き。リュウイチ知らない？どういうの？
言っとくんだよ、ね、野郎。うらしいの、なんか、俺に来るなよ。バカ、めちゃくちゃ知ってるんだけど、バカ知ってるよ、ねえ、あの歌、あの歌。あれ、あの、結構キャッチーな。キャッチーな。歌って近しかない、ごめんなさい。イエーイ、おめでとう、日本一。このですね、ランチキ騒ぎですよ、大騒ぎですよ。この後ですね、小林さんこの時点でかなり調子に乗ってたんですよ。その MCA ビクターの宣伝部の小林さん、それも一番下っ端、兵隊の位で言えば二等兵っていうね、二等兵どころか炊事当番っていう感じの、しかも芋しか物資がない時のね、何の腕の振りようもない炊事当番っていう感じの小林さん、かなりこの時点で今聞いてみると調子に乗ってましたね。ルナシーにまだ2回しか会ったことないぐらいの、そんなことはないです。いや、小林さん表にいますね。ルナシーにほとんど会ったことないんですから。小林さん実際は一番下っ端で一番下っ端で、いつもチラシをコピーしては TBS にマック仕事だったんですけど、途中女の子いっぱいいるから舞い上がっちゃって、ルナシーは俺が育てたっていう話にまでなってましたけども、そんなことは全然なくて、ルナシーの人にコーラ買ってこいって言われるのが関の山という小林さんなんですけども、この後ドクサンタの毒の部分がね、ふつふつと、指導を開始します。これね、一応ね、一段落ついてお店終わりっていうんで、お店を出たあたりですね、お店を出た、まあ正確に言えばディレクターの永田さんはそこのお姉ちゃん、その父も出たお姉ちゃんがどっかにも行っちゃってたんですけれども、その出たところの一応我々の行動開始の模様を聞いてください。小林さん、小林さん、はい、小林さんの隣に座ってた女の子、はい、覚えてます？何子ちゃんですよ。マキコちゃん。ああ。ルナシー一番好きだったとこ。あ、言ってましたね。あの子に俺電話番号預かってますから。マジでマジで。小林さんに渡してくれって言われてるから。そうそう、やばいじゃん。やばいじゃないっすよ。俺が話してた感じだと、歌ってる時とか話した感じだと、ルナシーのコンサートとかめっちゃ行きたいとか言ってたから。だからルナシーのコンサートチケットが手入るでしょ。だから入れて、二人で見に行こうとか言えば絶対一発 OK ですよ。これ絶対こうですよ。ちょっと行ってみますか。行っといた方がいいっすよ。だからここ電話かけて、これね、鉄則としてこれ今まで女に関してはいろいろやってきた俺が言う絶対間違いない鉄則としては、電話番号もらったら即かけた方がいいっすよ。3日後じゃなくて、バカだから俺たちが帰るわけが分かる、俺たちがなぜ今帰るかって言ったら、すぐ電話かけて絶対そった方がいいって。そうしましょうね。もらいました。あそこまでルナシーが、初代っすよ、当たり前っすよ、ね、これからいろいろお世話になりますんで、でも今日は本当にお世話になりました、ね、どうもすみません、お疲れした、お疲れした、またお願いします。はい、マチコです。はい、あ、どうも。はい、ルナシーのチケット行きたい行きたい行きたい、取れなかったからすごい行きたい。うん、大丈夫、開ける。まあ今仕事終わって、今六本木なんだけど、今から帰ろうかなと思ってたとこなんだけど、アマンドの前、うん、5分ぐらいで行きます。はい、バイバイ。小林なんて言ってました？なんかルナシーのね、うん、デートね、取ってくれるって、それでね、取れててくれるって。マジで？マジで。5分後っていうのは？5分後にね、アマンドの前。速攻ですね、野郎。めちゃ速攻ですね。わかりました。で、チケット取れると言ってましたか？言ってました。一緒に行こうと。うん。おっとって。アマンドにゴー。これですね、賢明なリスナー気づいたと思うんですけども、もともとですね、その小林さんの隣に座っていた真紀子さんっていう女の人は我々のグルですね、いわゆるボンドガールです。今大流行の言葉で言うところのボンドガールですね。でいて、小林さんにもう必要に迫らせてるわけです。必要に迫らせておいて、もうお酒も入ってる、デレデレですね。しかも一応電話番号をこの子からもらったって言って小林さんに渡して、小林さん今夜中にかけた方がいいですよってプレッシャーをかけてたから、きっとね。で、俺たちは一回この子を連れて TBS に帰って、 TBS で一応話をしてって思ったんですけど、電話番号をもらって僕ら一応別れたふりして彼女と戻ってるんですけれども、5分で電話5分で電話来た上に、5分後にアマンドの前で会おうと、
何も知らない小林氏が一応アマンドの前にいるわけですよ。そこでゲット大作戦大詰めです。さて、こちらアマンド前からですね、ほどなく離れたですね、電話ボックス前なんですけれども、小林さん立ってます。寒そうですね。待ち合わせの時間からですね、すでに10分ぐらい経過してですね、もう普通だったら帰るところだと思うんですけれども、待ってます。ちょっと声をかけてみましょう。マキコさんもすいませんが、後ろからついてきてください。はい。呼んだら出てきてくださいね。はい。小林さん、小林さん、ああどうしたんですか。ちょっと、いや別に言ったらちょっと、人と。いやいや、待ち合わせみたいじゃないですか。あ、ちょっとね。マキコさんでーす。いやーじゃなくて、あのマキコさんに聞いたんですけど、ルナシーのチケットが2枚余ってるっていう話 で一応マキコさんと話した結果、僕に譲ってくれるっていうことなんで、ルナシーのチケットをください。そう、もう少し細かく説明して。手に入りました、ルナシーのチケットゲットでーす。嬉しいですね。我々もうこれすでにチケットゲットのノウハウは全て、もう全て完璧です。だからもうあの TBS に出入りしてるレコード会社の人を甘い言葉で誘い出して、あとはボンドガールを近づけて、おいでいてアマンドの前で待たせて、行けばもうそれルナシーだろうが、あとそう、あの他にもマライア・キャリー・イン・ジャパンだろうが、マイケル・ジャクソン・イン集中治療室だろうが、そんなものは何でももう取れますよ。もうこのやり方ですよね。だからね、惜しもなくはね、あまりに小林さんが下っ端だったおかげでね、そんなにいい席じゃないんでしょ。すごいいい席じゃないけど、間違いなくもうすでに表に来て、今フンヌの川を渡ってますけれども、 TBS と揉め事を起こしたら入れなくなるということだけがですね、小林さんの怒りを爆発させないことになってますけど、とりあえず決まりました。完璧に決まりました。全てのチケット取れました。4打数4安打です。これらのチケットが欲しいという人はですね、どんどんですね、あのおはがきをくださいね。はがきに住所、氏名、年齢、電話番号と12月23日ルナシーのドーム、ルナシーのドーム、今回ですね、偶然ね、六本木で譲ってくれる女の子がいて、あのマキコちゃんっていう女の子が、私知り合いからもらったからあげるっていうことで手に入ったルナシーの、ドーム、それと、12月31日 X ジャパンのドームね、それからですね、1月13日の、スピッツの渋谷公会堂、1月30日のシャランキューの武道館、この、どのチケットが欲しいかと、そのチケットに対する思い入れを書いて送ってください。宛先は郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス、誰々のチケットくれの係まで。でこの他にも、あのこの4人のね、4組のファンではないけれども、他に欲しいチケットがあるという人は、私がですね、抽選でまた1つか2つかゲットしてきます。ゲットのノウハウ分かりましたよね。ね、マキコちゃんに、マキコちゃんに頼めばね。あと六本木のなんだっけ、タイムズなんとか、いや言ったらこれ隠し撮りだから怒られるじゃん、見てる人に。ところに誘い込めばね、それこそ僕らの独占の強さはですね、背中ゴケグモ並みですから、旬で言うところのね、絶対取れますんで、とにかく宛先郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス、誰々のチケットくれの係までどんどん送ってください。外れたハガキはヤギにくれてやります。それではここで1曲、そのルナシーでデザイヤー、ルナシーで、デザイヤー、ルナシーとよくな、ルナシーでいいのかな、ルナシーでデザイヤー聞いてもらいましたね。一瞬光のアップス、深夜のバカ力でございやす。シルクハットの中年紳士、塩ビ服にもんじゃ垂らしてお母さんから多めだわ。新肉パンゴちゃん、体がでかくてボクトツフェイス、緑のジャージの成人君主。アメリカ大リーグにはすごいやつがいるね。あのね、あの最近買ったね、本でね、大リーグのすごい古い時にいたものすごい選手の話っていうのが書いてあって、それは記録がすごいとかじゃなくて、あの筋肉だった人の記録がいっぱい書いてあって、中で一人だけすごい笑ったのが、その昔の大リーグにいた
田舎の町にいたエースのピッチャーを大リーグに入れてものすごい速い球投げるし、もう投げては完封打ってはホームランっていうタイプのバッターなんだって、できたばっかりのアメリカの野球で、だけどそいつが一つだけ弱いことっていうのが、球場の近くに消防車が通ると追いかけていくことっていうのが書いてあって、試合中で満塁とかで振りかぶってる時に遠くからうーって聞こえるともうね走ってっちゃうんだって。ほいで負けた試合が6試合あるぐらいで、あとは3年間で1敗もしてないんだって。横綱だよ。大リーグだもん。ピッチャー第1球のモーション振りが走ってます、また火事ですっていう、死ぬほど火事が好きらしいよ。ああやっぱりね、世界は広いね。これからは外国人セクトリーもどんどんこの番付にランクインしてきてほしいんですけどね、人肉番付。とにかくね、君らのねハガキと封書が長いよ。長くてね、それを俺がきちんとなんか時間内に収まるように書き直すのが大変なんだからね。ペンネーム6年間連続男子校。体育祭の花といえばチアガールに女子の創作ダンスというのが高校生活というもの。しかし僕が通っていたのは男子校で、掛けレースと騎馬戦というのが常識でした。そしてこの花が血に染まったのが2年生の体育祭でした。いつものように背の順に並んだ男子を前から4人ずつ組にして騎馬を作っていったのですが、時に偶然というのは恐ろしいもので、当時熊原人のニックネームを持っていた葵くん、ジェイソンのニックネームを持っていた柿内くん、殺人犯のニックネームを持っていた高木くんの3人に、水木しげるの各サラリーマンのニックネームを持つ木村くんが乗るという驚異の核兵器が出来上がってしまいました。この空母エンタープライズの破壊力は凄まじく、運動会前日までの3回の練習で壊した木は19機、壊した木村くんのメガネ2個、流した血猫よけボトル1本と、まずまずの成績。白対赤どころか全校生徒対暴走特急一機の組み合わせでも勝つのではないかとすら噂されるほどでした。ところが予行演習の時、命知らずの敵チームの猛突進にプチリと切れた熊原人がちょうど近くにあった手頃な大きさの木村くんを投げ飛ばしてぶつけてしまい、木村くんが入院、しかも放課後ジェイソンくんがボンドの匂いを嗅いで回転ジャングルジムに乗る宇宙という遊びを警官に見つかり停学というアクシデントに見舞われ、当日運動場に降り立ったのは90キロの殺人犯を100キログラムの熊原人がおんぶするという翼をもがれた重爆撃機の姿でした。しかし腐っても耐、角が一本もげても際、斧を忘れてきてもミノタウルスのことわざよろしく、この合体ロボの強いのなんの、相手の帽子を取るか、または相手の馬が潰れれば勝ちの前者のルールを無視、ピンボールの球よろしく、手当たり次第に体当たり、そのうち熊原人君の頭の中で小さな小敵隊がコンバットマーチを演奏し始めたのを合図に、味方の馬も一網打尽、入場門を倒し、試合終了の合図があった時には砂煙の中、大勢の屍の中央で風神雷神が立ちはだかっているという地獄絵図でした。結局我が校の体育祭から騎馬戦は永遠に姿を消し、それ以降この3人が一緒に集うことは公園で宇宙そしてビッグバンという新しい遊びの時だけになったとさ。大関は言ってもらわなきゃ、まあ、3人技ですからね、とりあえずね、あの一人でここまでやってのければいいですよ。もうさ、もう入場門の前にさ、いっぱいその倒れた人たちがいっぱいでさ、もうすでに入場門っていうよりは羅生門っていう状況になっていた情景がいいよね。騎馬戦って俺らの学校もなくなってたね。結局怪我人が多すぎて棒倒しもなかった。棒倒しは高杉君っていうすごいでかい、俺よりでかくて、あのなんていうのかな、柔道部系のデブチンのやつが、あの俺たちが1年生の時に棒を持って走るっていうあの棒に登り上げて走るっていう技を披露してから亡くなったな、棒倒しな。いいですね、幸先いいですね、大関からですね。あ、忘れないうちに、じゃあ豚霊の、 あのブロマイド候補、ブロマイドあげましょうね。続いて新宿区ペンネームもり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 バスバスさんから。僕の友達に持田君というもじもじした四角いデブがいるんですが、この間彼に秋葉原にテレビを買いに行くから付き合ってと誘われて一緒に行った時のこと、僕がビデオデッキ売り場でチョグシャトルをひねりながらスタードッキリマル秘報告遊びをしていると行ったり戻ったりするやつな、遊びをしていると持田君と店員の口論が聞こえてくるじゃありませんか。注意して聞いてみると34型のテレビを前にして
そりゃ無理ですよ。お願いっすよ。いや無理ですって、お願いっすよ。僕はきっと持田君が強引に負けてくれと頼んでいるのかと思ったら、今日帰ってすぐでかい画面でガンバの冒険を見たいから持ち帰り用に包んでくれと主張する持田君。34型といえば少なく見積もっても60キロ近くある代物、結局店員さんが折れてというよりどうなっても知りませんよと捨て台詞を吐き、持田君は34型のテレビを背負い込み、笑顔でおばあさんを捨てに行く奈良山武士公のような格好でお店を後にしました。秋葉原の階段を歌を歌いながら登る持田、ガンバガンバガンバと仲間たち、後ろから見ているとまるで四角いバボちゃんが階段を登っていくかのようでした。さすがの持田君も疲れたようで、それを象徴するかのようにガンバの歌はいつの間にやらガンバの終わりの歌に変わっていたものの、坂巻く波ときらめく空がガンバと仲間を打ちのめすって歌ね、どうやら家までたどり着くことができ、ほっと一息つこうかという時、持田が気がついたことは、持田の団地のドアからその巨大なテレビは入らないということでした。とりあえず家の中から電源を引き、ドアの外でガンバを見ている持田君の背中を見て、僕は少しだけ手伝ってあげればよかったかなと思いました。関脇、うん、最初は強力だったからな。いっぱい読んだのか。どっちしようかな。長えんだどっちも。奈良市のペンネームプリット博士。よく真冬でも半袖半ズボンを自慢するうすらばか小学生がいますが、いるなぁ、いる。あ、俺そうだった。俺なんか変な自慢するよ小学生って。俺は真冬でも半袖半ズボンで、もうお母さんに長袖と長ズボンは捨ててもらったんだぜなんて言ったりしてたな。なんか長袖長ズボンっていうのはなんか結構いじめられたりしてたよね。弱いからとか言われてさ、なぁ。よく真冬でも半袖半ズボンを自慢するうすらばか小学生がいますが、僕が15歳まで住んでいた新潟十日町では、そんなことをしたらあっさり肺炎になるのがお約束で、あ、雪国だからね。例外は巻口くんこと通称マックンバだけでした。インフルエンザが大流行して学級閉鎖どころか学校閉鎖になった時も巻口くんだけは大丈夫で、大丈夫というか巻口くんもインフルエンザにはかかっていて40度近い熱はあったにもかかわらず、体ポカポカするからという理由でランニングで学校に来たほどの強者でした。そんな巻口くんがある雪の朝学校に来ていません。聞けば頭痛がするから保健室で寝ているという、寝ているとのこと。今年広島の大野が急に先発した時のような驚きを覚えたものです。珍しいこともあるのだなぁとクラス一同ざわついていると、担任が入ってきて、今朝は巻口くんが登校中落ちてきたつららがつむじに刺さってしまい病院に運ばれましたとの衝撃の告白。しかもその日の給食の時間には頭を高級メロンのようにネットで包みながらもしっかり着席している巻口くんがおり、本来なら大惨事のところをアイスクライマーだのマリオの三面だのと親しまれていました。これでもシャレじゃないらしいね。雪国ってつらが刺さって死ぬ人とかいるらしいね。ぷっすり軒下で雪宿りとかしてる時に頭の上にプツッて急に、あ、偏頭痛かなと思うとで、刺さっちゃってるらしいね。じゃあラスト1枚いきましょう。杉並ペンネームポメラニアンジュ。中学校になっても迷子札をぶら下げていた男といえば、足立十中生なら誰でも知っているガモー君が中学校2年の時のこと。僕らは2泊3日でキャンプに行きました。みんながでかいリュックを背負ってでかい水筒をぶら下げている中、折りたたみ傘1本でバスに乗り込んだあたりはガモー君らしい一面でしたが、圧巻は食事の時間でした。みんなが河原に散らばり飯盒でご飯を炊いたりカレーを煮ている中、一人ガモー君は林に入っていき栗の木を発見。片手で栗の木をゆさゆさ揺すぶり、雨あられのように降ってくるイガグリを雨あられのようにイガグリをボトボト落として、もう一方の手で持った折りたたみ傘で一箇所に正確に打ち返し、そのイガをみかんを剥くように剥き、石で組んだかまどにどっさり投げ込み、パンパンと機関銃のように飛び出してくる火のついた栗を首から上のフットワークで左右に避け、
拾い集めた後もりもり食べて石だらけの河原に横になるという山賊もしくは野生のマンドリルのような食生活で1日目を乗り切り、2日目は朝から折りたたみ傘で山鳩やマスを狩り、マスどうやって噛んだよ、折りたたみ傘で見っけたらバッガーンって外で弾き出すのか、クマがチャキャ弾き出すように、夜は折りたたみ傘で田坂くんを殴り、森永デラックス小枝を奪い取りと、折りたたみ傘一本でアウトドアライフを満喫するという豪快さでした。ちなみに帰りのバスで戻した時もとっさに折りたたみ傘の中に吐き、その日からガモーくんの一番の親友は折りたたみ傘になりました。ガモー君の性格を表すもう一個の証拠として、ガモー君の卒業文集の将来の夢の欄にはゴリラを飼いたいと書いてありました。以上、石分け。今日は三役出るね、三役バリバリ出てるね、ちゅうことでですね、筋肉番付、このコーナー郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院からのアップス、筋肉番付、筋肉番付の係まで、とりあえず僕がリライトして短くしますんで、長いのも OK ですから風習も含めて送ってください、待ってます。それではここでですね、持田君心の歌、ガンバの冒険。月曜伊集院光、みんな悩んで大きくなった、偉い人のしてくれるアドバイスはもしかしたら君に100の勇気や1000の知識を与えてくれるかもしれない。それに比べたら僕ごときがあなたにできるアドバイスはたった1しか与えてあげることができないかもしれないけど、僕のアドバイスはもしかしたら君の辛いという感じを幸せという感じに変えることができるかもしれないね。それじゃあ今日も俺家でこれ録音しといてさ、家で一応テープ回ってるんですよ、家で聞くとさ気持ち悪いね、ものすごく気持ち悪いと悪いのと、人間的にダメだね、こういうことをさ原稿も同じにペラペラ言ってる俺ダメだよやっぱりね。そういうことで今日もですね、伊集院光のうんちトークがですね、ね、ぼっこり、ぼっこり爆発しますけど、声おけの上で。それじゃあですね、悩み、悩んでるみんなはいるんですよ。ね、北海道旭川ペンネームどさんこラーメン。もしかしたらどさんこラーメンさん、旭川で頭につららが刺さっちゃってるかもしれませんけどね。うちのおじいちゃんはここのところ毎日、おじいちゃんの部屋のテレビをオンにしたままでいるんです。そしてそのテレビを見ては泣いたり笑ったりしているのですが、見ているチャンネルというのが7チャンネルなんです。おじいちゃんは毎日サンドストームを見てはいろんな表情をしています。一体おじいちゃんの見ているものは何なのでしょう。そして僕たち家族は一体どうすればいいのでしょうか、教えてください。これはね、あのね、おじいちゃんぐらいの年になると、あの僕らよりも人生経験がすごく長いから空想力というのがすごく発達するわけですよ。でまだ空想テレビですけど、そのうち空想ガム、あのずっとないガムをモニモニ噛んだりとか、それから空想友達、空想友達と話をしたりとか、そういうことが起きてきますんで、空想テレビのうちはかなりいいですね。それとあと、もしかしたらそれは君が砂嵐だと思ってるだけで、3D の絵があるじゃないですか。こう、あの、二つの点が三つに見えるようにして、こうやって見ると見えるやつかもしれないんで、おじいちゃんは大丈夫です。とりあえずお薬3日分出しておきますんで、受付の方でですね、保険証と引き換えに受け取ってください。青と白のカプセルが食後です。で、粉薬はですね、ケツにでも溶いて塗ってください。じゃあ続いて、もう一個行きましょう。ですね、広島県、ペンネーム、忍者、ジャジャマル君。伊集院さん、僕はもう12年間も緑亀を飼っているのですが、ここ8年間、うちの亀が冬眠したまま殻から出てきません。一体どうすれば、うちの亀を起こすことができるんでしょうか、教えてください。あのね、よくトースポとかムーにも出てますけれども、30年間寝てた人が起きたりとかっていうこともありますから、亀単位で言えばそんなに問題はないことなんですけど、一つ考えられることは、抜け殻かもしれないですね、もうすでにね。まだ亀の生態についてはかなり長く生きるんで、わからない部分とは結構謎の部分がかなり多いんですよ、亀っていうのは。今、みんなが亀だと、親亀だというか、もう大人の亀だと思って飼ってるものは、実は幼虫で、冬眠と言われる状況はさなぎで、もしかしたらもう抜け出て、
翼をわっさわっさと生やし、ね、血走った眼をして、口からよだれをボトボト垂らし、ね、とんがった尻尾で人を刺し、今飛んでるかもしれませんから、それはそうですね、抜け殻かもしれませんね。まあでも大丈夫だと思いますけれども、一応お薬の方を3日は出しておきますので、保険証と引き換えに受け取ってください。赤と黄色のアプセル、あのカプセルがですね、ご飯に混ぜて、食感に、どうぞ召し上がってください。飲んでください。ね、それからですね、塗り薬の方なんですけれども、窓の外に投げてください。そういうことでですね、たくさんの悩みがある方は、郵便番号 107-06、TBS ラジオ伊集院光の、アップス、みんな悩んで大きくなったのふかりまで、面白いハガキには、なんで相談のコーナーに面白いハガキにはっていう切り口があるわけ？面白いハガキには豚でブロマイド、すごく面白いハガキの人には、謎の風小僧グッズをプレゼントします。真面目な悩みに関してはですね、ヤギに食わせます。やっと戻って聞いてくれたこの男、ちょっとデブだが夜のラジオ最高、よみがえる伝説、ヘルニアも大丈夫、俺の2倍はあるのでっかいケツ、いつも話題絶えない、ミカとアラマ交際、今年中に結婚、ほんとそれもめでたい、ホットマン実は心熱い、肉も熱い姿、誰も彼も聞ける月曜アプセイジュウィンダアップスケンツヨウイジュウイヒカル。昔ね、あのね、一番最初にラジオ出た時にね、月の給料はね、1万6000円だったんですよ。ね。で、それから比べると随分とりあえずお金もらえるようになりましたわ。いろいろテレビとか出て、ね。特にダメトークをしたりとか、テレビで裏の顔を見せたりとかしながらね、いろいろお金もらえるようになって、ちっちゃい時やっぱ金持ちに憧れてるじゃないですか。それでってね、お金持ちっぽいものを1個ぐらい持ちたいじゃないのと思ってね、全自動ジャンタクを買ったんですよ、僕。全自動ジャンタク。勝手に全部積んで出てくるやつあるじゃないですか。うんがら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 って、真ん中の穴の中に、麻雀のパイを入れると勝手に積んで出てくるやつあるじゃないですか。あれを買ったんですけれども、買ってですね、1年ぐらい経ったんですけれども、燃えました。麻雀をやってる最中に、燃えました。で、一応、それに、お水をかけてる僕の姿は、貧乏以外の何者でもなくて、でいて、もう、うちの、全然全然燃えたんですけど使えるんですよ。まだ水分熱を持ってかなり焦げ臭い匂いをしたんですけども使えるんですよ。お水をかけてぶっ壊れて使えるんですけども、その麻雀をやってる時にですね、うちのその雀卓に入っているパイの三品っていう丸の3なんですけど、焦げてるからわかるんですよね。とりあえずね、すごく貧乏臭いことになっちまってですね、どうしてこういうことになったんだろうなんて考えてるんですけど、金持ちの基準っていうのは一体今どこにあるんだろうっていうのをちょっと知りたくなって、俺の金持ち感っていうのは、昔はビデオが家にあるやつは金持ちだったんですよ。ホームビデオが家にあるやつは金持ちで、そうだな、あとね、レディーボーデン食ってるやつは金持ちなんですよ。これはだから金持ちのアイスは毎日そいつの家に遊びに行くと、そいつが親とかいてもいなくても冷蔵庫バカって開けて、レディーボーデンのそれも 1.5 リットルとか2リットルの あんじゃん、金の蓋でさ、茶色い縁のレディーボーデン出してきてさ、しかもバニラだ、別にバニラかどうかは金持ちの金じゃないよ、出してきてこんもり持った上に、それと同じに買ってあるウェハースがあって、そのウェハースを横にで、アイスを出す用の変なあんじゃんか、鉄でできてるさ、相撲で優勝したらもらえるようなのちっちゃいやつ、あれに乗っけて、なんか喫茶店みたいなの出てくるんですよ。で、なんかスプーンが、しかもアイス用の平べってスプーンなんですよ、なんか。ね、うちなんか、だって例えばたまたまアイスが、しかもノーブランドのなんかレディーボーデンの偽物みたいなんじゃん、業務用って書いてあるやつあんじゃんか、ああいうのとか買ってきて出すときも、変な立ち吉とかの器とかあんじゃんか、のりたけとかのなんかよくわかんない、その和風の器とかにもりって持っちゃってさ、でその上、ウェハース当然ないわ、それもしかも学校から俺が持ってきた先割れスプーンなんか横に添えてあったりしてさ、ポーン、それがすごい悔しかったりしたもんなんですよ。だから、俺の中で金持ちの基準はレディーボーデンですよ。ね、うちもアイスは買ってあったから中流なんですよ。貧乏でアイスは食べられなかったわけじゃなくて、アイスは買ってあったんですよ。最悪でもパピコが買ってあったんですよ。でもパピコも2つくっついてこうアニアがチューチュー吸うやつ、あれも2個は食べちゃダメなのよ。
1個イカ1個ね、1おやつ1パピコっていうルールがあったぐらいで、そんな無尽蔵にレディーボーデンを食っていいような家じゃないんですよ。だから金持ちの基準として一つレディーボーデンっていうのがあるわけですよ。あとそうだ、もう1ランク上は風呂のお湯がライオンの口から出るやつや。風呂のバカ金持ちで風呂からさ、別段蛇口から出りゃいいのにさ、おお、ラロラロラロって出てるやつとかは、すごい金持ちでさ、俺の友達の家にあったですよ、そのライオンの口から出る風呂が、ラロ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 ってのあったんですけど、そいつの家は、都営団地なんですよ。都営団地のなんだけど、親父が、なんで解体業ってあるやんか。解体業、家壊す仕事やってて、そこにライオンの首が落っこってたから、持ってきてつけちゃっただけなんだけども、そいつんちの風呂狭いから、立ち上がるときにライオンの牙で背中切ったりしてるんですけど、最悪だったんですけど、でも、それがあることは金持ちなんですよ。あとなんかな、あとね、虎のさ、ベタンでね、虎とか熊とかのさ、寝そべってる川が玄関にあれば金持ち。たとえワンルームマンションでもあれが玄関にあれば金持ちですよ。うちのディレクターの家はあったんですか？熊があったんです。金持ちなんだよなぁ。で、今までの俺の中での聞いた金持ち記録っていうのは、うちのディレクターは別として、川村香織ちゃんの友達で、夏休みとか長い休みが明けるとヘリコプターで学校に来るやつがいたんだ。普通の学校なんだけど、うちのお袋パンの耳あげたの持ってきやがってさ、友達とかいっぱい来てる前にさ、で、なんかで、うちのお袋がそのパンの耳あげたやつのことを外国のおやつって呼ぶんだよ。何が外国のおやつだと思うんだけど、外国のおやつよーなんて持ってくんだよ。それでいてさ、みっともないからやめてくれ、もっと高級のもん持ってきてくれって言ったらさ、次の時にさ、シナモンかけて持ってきて、なんかそれシナモンかけたら高級らしいんだけどさ、シナモン付き外国のおやつになって出てきたりとか、そういうなんかね、基準なんかうまくいったらコーナーにしたいね。なんかね、まあ今日ファックスでもいいですけど、コーナーで、こういう家は僕は金持ちだと思う。ね、しっとりとした黒い犬を飼ってる家ね、でかいね、犬を飼ってる家とか、そういうのも含めてですね、あったらね、送ってください。ね、それじゃあですね。寝そう眠いんだよ今日俺あのな最悪のタレントのやること1位がとりあえず自分の持ってるラジオの生番組で、神さんの愚痴を言うことな。昨日先週クリアね、これでいて、あとはスケジュールの文句を言うことね、今週クリアするよ。1月1日の俺のスケジュール、元旦のスケジュールだよ。新婚の元旦のわしのスケジュールをね聞いてくれ。元旦のこれまだね仮なんだけれどもね、元旦の早朝1時とは31日の深夜の1時から朝の6時まで某局でラジオをどうもやるらしいんですよ。5時間生で喋るんですよ。で、それが終わったらエンディングテーマが流れたら、終わったらじゃないですよ、エンディングテーマがまたあの今年もよろしくっていうんで音楽流れたと同時に表の車に飛び乗って、フジテレビで、フジテレビが終わったらお昼に日本テレビで、日本テレビが終わったら、セントギガっていう、またこれも、ファミコン放送っていう放送局行って、3時間生トークをやったら、その後その足で隠し芸。で、隠し芸終わって、で、その後日テレに出て、で、日テレ出たらここ。で、ここが終わるのが3時。26時間連続でスケジュール入ってんだよ。ね？普通はこれ録音とかするだろう。しねえよ。1年もしねえもん。俺絶対疲れてたり死にそうな時の方が絶対面白いはずだから。ヘルニア出てる時の一番俺が面白いと思うから、まあ多分その日あたりにはもうくっきりヘルニア出てると思うんで、ぜひぜひ期待してくださいっていうことは、疲れれば疲れるほど面白いっていうことは、この番組が一番面白いか、もしくは死んでるかどっちかですよね。もしくは声が出なくなっているかね、ベロがしまえなくなってるかね、そういうところだと思いますよね。じゃあですね、この人もですね、年末年始は忙しいんじゃないですかね。アイドル系の番組にはほとんど出るらしいですからね。豚頭麗華ちゃんの登場です。豚頭麗華の少しだけメランコリー第10回です。今日も日本全国の麗華ファン、もしくは紅茶キノコダイエットを未だにしてるバカから届いた素敵なポエムを紹介して麗華の番組を始めたいと思います。静岡県ペンネーム菅健さんが送ってくれたポエム、私は毎朝熊を食う。私は毎朝熊を食う。それが私の
宿命と書いて定めだから。私が熊を食ってる時、熊は突然暴れ出す。そんな時私は熊がちょっぴりかわいそうになる。こんなムツゴロウチックな私にいいことがありますように。私先週ラジオ番組を聞いてて小耳に挟んだんだけれども、クマは右手と左手だと右手の方が蜂蜜を舐めてるから美味しいって言われたんだけれども、じゃあ富徳とかもとか料理の鉄人とかも出汁が染み込んでる方の手の方がうまいってことよね。今度会ったら噛んでみようっと。それじゃあ今夜もみんな一緒にね、レイカと少しだけ、せーの、メラン、コリ、シャロンストーン。豚頭レイカの少しだけメランコリー。この番組は、明日は昨日の2日後、トータルアミューズメントカンパニー、風小僧グループがお送りします。クリスマスイブまでに10キロ痩せて、小林のことを水よかーなって呼んでやる。絶対ナイスバディになって小林んちの風呂でカエル飼ってやる。絶対綺麗になってやる。エステティックは風小僧グループ TBG。 あ、小林じゃなくてゴム紐はな、レイカね、すごい綺麗になったから小林んちに地雷仕掛けといたから。え、ちょっと冗談でしょ。あ、な、何このカチッて音は。豚頭レイカの少しだけメランコリー。なんかママにピアスダメって言われたから今日ちょっとブルね。あのね、レイカね、あのね、昨日の夜ね、すっごい料理を思いついちゃったんだ。これからの季節にはぴったりの料理なんだけど、その名もコンボイ鍋。作り方はね、とても簡単なの。土鍋に昆布だしを張って、そこにアメリカ縦断デカブツトラック、略してコンボイを入れるのね。それでグツ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 ね、煮るので、そのまま何時間かしてコンボイがしんなりとしてきたら出来上がり。超超超超超美味しいんだけども、コンボイがちょっとでも冷めると硬くなってまずくなるから、だいたいマグマ程度の温度で煮てね。それ守らないと厨房ですよにも出れないから。それじゃあ早速ね、おはがきを紹介したいと思います。まずは先週のおはがきのケアから。福島県白河市ペンネームソフトなメンさんからもらいました。ババーン、豚ももブロック。いや、レイカちゃん、最近レイカちゃんのことを考えると燃える闘魂です。さて、今日はレイカちゃんにお願いがあります。レイカちゃんが昔やっていたレイカの銀歯の中から腐れて今にも抜けそうというドラマのワンシーンの音声だけでも聞かせてほしいんです。確かレイの穴を喉輪落とし損ねて、持ち上げた時に首の骨を握りつぶしてしまって、血運のいいやつだというシーン、今も夢に出てきます。ぜひ聞かせてください。ということで、あのね、松宮のジュルスケ的に結構きついとこはあったんだけれども、それからあと、どうもアナウンサーの間で、俺はおもちゃじゃねえ的発言も出てる可能性があるっていうような噂も聞いてるんで、ちょっとテープを持ち出すのが難しかったんだけれども、あったの。銀歯の中から腐れて抜けそう。ね、私がね、一番最初に主演して、キムタクが出てたのよ、キムタクが。ね、いいか、言っとけ。キムタク出てたやつよ。ね、それじゃあ、名場面のテープを聞いてください。あ、ダメよ、タクヤ。もうタクヤったら慌てない、落ち着いて。ほんと落ち着きないんだから、トーク番組の呼びつけを敷かず。いつだって、レイカはタクヤのものだからね。なのと、もうこんな時間に誰どうぞ。あ、松宮。おお、レイカちゃん、
何よその目は。なるほどね、そういうことだったんですね、うん、何落ち着いてんのよ。あの拓也ね、この人何でもないのよ。まったく私生活まで追っかけマンなんだから。松宮はこうしてやる。死ぬ。まったく松宮ったら骨折れやすいんだから。もうお前は鮭缶の背骨か。あ、拓也本当にね、この人とは何でもないのよ。さあ拓也、二人だけのフィーバーナイトが始まるのよ。このドラマがすごい好評で、あの最初はワンクールの予定だったんだけれども、1000クール続いたのよ、1000クール。もうすごい勢いでビデオとかも売れて、大変だったんだから。あのね、毎回毎回ね、松宮は死ぬ役だったの、必ず。ね。適当に出てきて適当に死ぬって台本に書いてあったんで、大体本気で殺してたんだけれども、あのね、ぬか床に沈めたりとか、水銀飲ませたりとかしたんだけれども、まあまた、あのいい場面があったらお送りしたいと思います。どっかで聞いたことある声だなとか、聞いたことあるパターンの松宮ゼリフだなと思っても、それは無視無視無視すること。それではね、ここでね、もう一枚ですね、ハガキを読ませてもらいたいと思います。川崎市の伊藤貴博くんです。伊藤くん、こんばんは。事故るか放送。さあそれじゃあ、ブタ姉ちゃん、ババーン、ババーン。挨拶。ブタ姉ちゃんは今日もニクロム線かじってますか。かじってます。今日も、私もニクロム線をかじっています。今度いいニクロム線があったら番組に送ります。送ってください、パーマネントして。ところでブタ姉ちゃんにお願いがあるのですが、ブタ姉ちゃんが以前出演していたアニメドグサレ野郎一番星がどうしても聞きたいので、音声だけでもこのラジオで流してください。内容は一番星ほげみ役のブタ姉ちゃんがたまたまほげみの家に取材にやってきたスーパー DJ かっこ松宮をスーパー DJ かっこ小林をハガキ変えるな。ハガキは変えたらダメダメね。みんなの心のこもったハガキなんだから。家の中に招き入れ、招き入れたかと思うと松宮の口の中にステロイド剤をぶち込み挙句の果てにほっぺを引っ張り、立て立て横横丸書いてチョンをして勢いよくさらに引っ張り、ほっぺからステロイド剤が出て叫び死ぬというものです。ブタ姉ちゃんお願いします。いや、こういうシーンじゃなかった。多分こういうシーンじゃなかった。確か、あの時、松宮のセリフで覚えてるのは、死ぬーって言うんだっけ？それだけ？それは覚えてる。しかも12回までなら連続で言ったっていうのことだけは覚えてるんだけれども、まあ、あの、悪なき挑戦をして、一応、アニメの声は持ってきたいと思いまーす。これからも、霊界のお便り、いっぱい松ぼっくり。ああ、今夜ももうお別れの時間になってしまいました。本当にジョビジョバっていう一瞬の間だったですね。レイカの番組ではレイカへの質問とか、それからディレクターの永田さんへの嘘テープ作り込み作業指令、そして来週レイカの番組に来てくれる可能性が一輪二毛ほどある X のトシさんと、あと内田への、質問のハガキを待っています。ハガキの宛先は郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス内、豚頭麗華の少しだけメランコリー、略して昆虫博士の係まで。ハガキを読まれた人全員には麗華のブロマイドを、ムカついたハガキをよこした人にはセミの抜け殻、しかも日暮らし1000個送りつけちゃいます。それじゃあ麗華からみんなにお送りする先週からの恒例、今週の星占い。ヤギ座のあなた、今週麗華に会ったら死を覚悟して、他の星座やっぱ死ぬ。豚頭麗華でした。バッハッハー。オープラパフォーマンスラディオ from Monday through Friday。いやー、麗華ちゃんのトークは本当に可愛かったですね。来週は X のトシさん、もしくは内田有紀さんとの、まあ内田有紀さんなら美女対談
ね、X のとしさんとだったらば、美男美女対談ということで、まあ、あの対談の途中にあのこういう質問をレイカちゃんからしてほしいとかいうハガキがあれば、X のとしさんの顎引っ張り以外ならば以外ならば、受け付けますんで、どんどん送ってください。待ってます。松宮がらみはですね、当然使い回しあので作業していますんで、しばらくはくれも忙しい頃ですし、でもちょっと久々にアタック してみましょうかね。あ、松宮がらみ OK になりましたね。OK になりましたんで、どんどん送ってください。待ってます。Yes, TBS。 上、下、下、左、右、左、右、B、A、スタート。コンピューターゲームの14インチの画面は今や無限の四角いジャングル。ゲームセンターでトラが、獅子が、今日も吠える。来るべきゲームキャラはこれだ。バーチャファイターセブン。スタート。今日ね、あのここに来る前にね、ちょっと渋谷で仕事があったんで、あの渋谷にちょっと寄ってですね、あの久々にね、UFO キャッチャーってやってたんですよ。あ、まあ、UFO プッシャーってあのね、あの上からこうやってぶら下げ取るんじゃなくて、棚の上にたくさんこのぬいぐるみが並んでて、それをグーってこっちの方がなんか棒でつついて、棒でグッて高さ合わせて棒でタイミングよく押すと、そのゴロゴロって落っこちるっていうのをやっててね、あんま俺上手くないんですけどね、500円入れてでいて、何でもいいんだけど、別にいいや、ぬいぐるみ欲しいやと1個ぐらい持ってって、神さんのご機嫌でも伺うか、またダメ亭主だ始まって、おいでやってたですよ。やってたら、あのね、500円で6回なんですけど、6回で6個取れたですよ。5個か取れたですよ。で、取れたのがトムとジェリー、トム、ジェリー、三択同数、ね、それからなんか、あの、ぬらぬらペトペト伸び縮み人間みたいなやつ、よくわかんねえやつを含めて5個取れて、普通さ、あの、ゲームセンターってさ、あれ用の袋がついてんだよ。ビニール袋がついてて、あれに入れて蹴るんですけど、その袋が置いてないところで、俺かっこ悪いわ、渋谷のセンター街5個ぬいぐるみ抱きしめてジルバだ抱きしめてそのままタクシーを拾ってる俺様ちゃんの姿のかっこ悪い頃と来たらなかったっすね。もうこれはやっぱり UFO キャッチャーとかも進化してカブトムシとか取れるようにしてほしいよね。生きてるカブトムシとかをこうやってキャッチャーで取ってさ、やっていくとか、そういうのを作ってほしいな。あと猫とかね、猫なの首っ玉のところをうまく掴んでニャーっていうねやつを俺は作ってほしいけどもやらない。これじゃあ新しいバーチャファイターのキャラクターをでどんどん設定していくコーナー、ペンネームテレフォンモンガモンガ、バーチャ電波少年、 A アポなしで訪問、 B アポなしで乱入、 X アポなしで政治家に近づく、 Y アポなしで各国のドンに近づく、 LR 電波後大量発生、しかし一人一人がものすごく弱いため全然力にならない、 BLARXえー、雷奈美子、イカズチ奈美子登場、秋元康作詞の人生だるまさんを歌うが大した攻撃力もなく、消えていく、 X 右右上右下、 Y 大阪で怒られる、 Y 左上、下、 X それを批判した作家のところに行って嫌がらせをして怒られる、なおボタンを一つ押すたびに、一人また一人と AD が辞めていく。松村くんのゲームあったよな、昔な、松村くんがキャラクターの格闘ゲームあったよな、全然売れなかったよな。焼きそばんか松村くんかっていう。ちゃんと出てた。オールナイトニッポンか、まあ、わざわざ裏番組の名前をドッカーンっていうことはないんだけど、ちょっと変えてみ、今、福山君に。そんな、なんで、窓的なことをやらなくていいっつうんだよ。オールナイトニッポンだか、電波少年だかなんかで作ったやつあって売れなかったなぁ。大体タレントの名前のついてるゲームって、今んとこダメだよね。ジーコのサッカーとかさ、それからあとチャイルズクエストね、チャイルズがキャラクターで石井密造を倒しに行くんだけどもね、ダメだね、それから東京都法屋市ペンネームティーバックマン、 A ボタン吠える、 B ボタンうなる、X ボタン頑張れよと言われお前も頑張れよと言い返す、 Y ボタン口になんかついとるでと言われ唇ですと言い返す、 LR 金ちゃんに行動言動が全て計算力だと勘違いされ呼ばれるも、3日で君は天然だったんだねと言われ返される、B 右、右下、右 Y 左 X 画家としてもてはやされ留学という名のもとに勉強させてもらいに行くという建前で国外追放。ジミーちゃんででもね絶対計算じゃないんだけどね、すごいよ、その天然度がすごいっていうか、
もうすごい今でも覚えてるのが、一緒に映画出たんですよ、映画。映画とか V シネマ。カンペイさんとジミーちゃんとジミーさんと俺で映画に出て、先生の役なんですよ。カンペイさんがファンキーモンキーティーチャーって言うんで、カンペイさんが先生で、俺が、結構カンペイさんと同僚の割と、生活指導系のしっかりした先生で、で、ジミーさんが昔カンペイさんの教え子でアホなんだけど金持ちなんで先生になったっていう先生なんだけど、その3人で鍋を囲んでるシーンっていうのがあって、で、そのシーンが始まる前にカンペイさんがジミーちゃんの目を見て、催眠術のごとく、お前は先生なんだからな、何が起こっても先生なんだから、それ以外言うたらあかんで、先生やからな、カットかかるまで絶対先生やからなって言って始めるんですよ。でいて、シーンの内容、台本に書いてあるのは、ジミーさんが酔っ払って寝てて、カンペイさんが酔っ払ってて、俺が横のところで、どうすんですか先生方、怒って校長先生帰っちゃいましたよって言うと、ジミーさんの頭を、しゃもじでコーンって引っ叩いて、起きろ起きろって言って、何すんですか先生、頭割れそうでしたわって言い返すだけのシーンなんだけど、リハもそれでやってんのよ。本番始まったらカンペイさんがアドリブで前で煮えてる鍋物の煮えてる熱湯をジミーさんの頭からバシャーってかけて、で、ジミーさんそれに対して、何するんですか、頭割れそうですよ。普通びっくりして、うち出すよな、そんなのな。天才天才、あの人は。絵とかもやっぱ上手いよ、上手いと思うよ。いくらになるかっていうのは、割とテレビで作ってるとこあると思うけど。今日はいまいちだから、もう一枚ぐらいにしとこうかな。北海道ペンネーム、軽い石さんからでーす。ばあちゃん甘ちまり。A ボタンアイドルとしてデビュー、 B ボタン曲がヒットし白雪姫というニックネームで、世の男たちに夢を与える、 X ボタン旦那と出会う、 Y ボタン結婚して芸能界から引退したと思わせる、 ABXXYYBAXX 上下下下下、子供を産み幸せな結婚生活を送っていると思わせる、 ABBYY 下下上上右左右左、子育ても一段落したのかテレビに久しぶりに出るが、昔の面影は全くなく、出てきたのはそこら辺にいっぱいいるバーゲン好きの肉おばさん、今や企業戦士の当時のファンの夢を、高橋レーシングよろしくバカは、 XXYBA 左左上下右下左、その肉おばさんぶりを十分サンマのスポーツするので発揮、爆笑ランナーとして名を再び上げる、しかし本人はまだ昔のアイドル時代を引きずるが、本人以外は呆れ顔。こんなところですかね。ちゅうことで、バーチャファイターセブンのコーナーは郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス、バーチャファイターセブンの係まで待ってます。今夜ここで一曲、小沢健二さんで痛快ウキウキ通り。小沢翔一的心。さあ、それじゃあですね、ここで、ファックス読みましょう。こいつは金持ちだ。結構反応がいいんですけど、ちょっと俺と違うんだよ、これ、ファックスの反応が。まず、一番俺が見て、ニュリュー出てきて違うなと思ったのが、福島ペンネーム2号、卓球台がある。卓球台ってなんか金持ちのステータスじゃなくね？卓球台ってちょっと、俺だけかな？なんか、金はあるんだけど、貧乏の匂いの方に寄ってるわ、なんか卓球台は。エアホッケーのある家あったね、俺の家の友達で。エアホッケーのある家とかはあって、それは金持ちっぽく見えたな。それから、月刊ピング増刊号ペンネーム、こいつは金持ちだ、ね。カルピスを水で薄める割合が少ない家。これはあるんですよ。で、色ついてるカルピスあるじゃないですか。オレンジとかグレープとか、ああいうのもグビグビいける家ね。で、カルピスウォーターが出た時に、俺とかの感覚ではカルピスウォーター飲んで、うわ、濃いわっていう感覚なのよ。要するに、家の基準のカルピスがすっげえ薄いから、で、最後なくなると中に水入れてジャボジャボ打って出して、もうなんかカルピスってよりは、味と口の上に残る白いのだけがカルピスで、もうあとは全然カルピスじゃないようなのもあったな。あと、これどうなのかな？これみんなの反応どうなのかな？トイレの水が青い。うち青いで、トイレの水。金持ちか？普通だよな、トイレの水は多いわな。それと、兄弟で毎週ジャンプを一人一冊買っている家。これもあんま金持ちじゃないの。割と金持ちって、そういうとこ余裕あるっていうか、割ときちんと見せ合ってたりするような気がするんだけどもな。プリントごっこが黄色じゃない。青か？青か？うちプリントごっこって、プリントごっこ自体が貧乏人のアイテムじゃねえか？結構。なあ、それと、江東区、安藤武史、金持ちの条件、ゲーム機を2台以上持っている。これゲーム機によりますよね。
ピュータとカセットビジョンとか、そういうのは、プレイディアとセガマスターシステムとかは、結構これ金持ちじゃないですね。当たりジャガーっていうのは、俺そういう意味だったら大金持ちですよ。だって、スーパーファミコンあるでしょ、ツインファミコンあるでしょ、プレイステーションあるでしょ、セガサターンあるでしょ、当たりジャガーあるでしょ、あと、ネオジオあるでしょ、3D は7機あるもん、うちゲーム。多分これ聞いて俺と同じ年代のやつは呆れてると思うよ。お前バカじゃねえのって、布団買えよっていう。布団が汚ねえんだよ、うち。布団がすごい安い布団なんだよな。安藤たけし、こいつお前基準が貧乏だよ、安藤たけし。財布からお金を出すやつだって。さらにそのポケットにジャラゼリが入ってるってことなんかな。いや、でもね、子供の頃はそのお財布をきちんと持ってお財布からお金出す子供っていうのは、すごい金持ちだと思ったんだけど、大人になってみると、ポケットにマネークリップをしてるやつっているじゃん。財布じゃなくて、1万円札をマネークリップで止めてるやつってかっこいいのよ。で、それがさ、ティファニーのマネークリップとかだったりすると、ああ、やっぱ金持ちなんだな。あいつ、さりげないもの、いや、ダサいっすか、今、ディレクターから、それダサいっすけどねって言われて、ダサいか？いくら入ってんのかわかんないぐらいポケットに入ってなきゃダメなの。無造作にこうやってポケット入れてティッシュ出すみたいに1万円こうやって出すのがいいわけ。一回こう束で出したりしないで。おんかなこの安藤ってやついいよ。こいつの基準の低さがすごいいいよ。会うたびに違う靴を履いてるやつなぁ。結構ね、金持ちのやつってね、普通の一般的な金持ち像で言うと、結構高い靴ってあるんじゃないですか。エアジョーダンとか、当時で言えばエアジョーダンとか、ナイキなんかも高いうちですよ。俺らアドデスとかそういうの入ったわけですから、M ラインならぬ W ラインとか入ったやつですから、ああいう靴じゃなくて高いちゃんとしたナイキとか履いてるのに、割と泥になるようなところで遊ぶのを何とも思わないやつって結構かっこいい金持ちだったな。金持ちで、この靴高いから泥のところに行きたくないっていうやつは逆に貧乏臭かったんですよ。ものすごく貧乏臭かったんだけど、割と一緒に遊びに行けて、金持ちってのがいい感じに汚れるんだよな。いい感じに汚れるっていうのがあったな。ファックスネーム、ガルボ、伊集院さん、金持ちのイメージで言うと、自分の息子をさん付けで呼ぶ家庭。お母さんがね、これすごく驚くことを教えましょうか。うち、小学校入るまで、さん付けだったし、お父さんのことお父様って呼んでたよ。お母さん、ケンさんって言われてたよ、最初。親父がね、うちは親父はもともとすごい金持ちだった人なんですよ。で、だったっていうのがすごい悲しいんですけど、うちのお袋と結婚するまでは金持ちだった人なんですよ。で、お袋はすごい貧乏人だった人なんですよ。だからね、お袋は割と下町のお母ちゃんみたいに口に聞かせるんですけど、お父さんは、すごい丁寧な、めちゃくちゃ丁寧な人なんですよ。あと俺の金持ちの基準はね、ガラスのなんていうの、試験管のでかいやつみたいのを裏返しにして、中に時計が、なんかぐるぐる回る時計あんじゃん。なんか中で変な、何の役に立つのかわかんないけど、丸いやつが、右回転しては左回転をし、右回転しては左回転をしっていう、目覚まし機能もついてないくせに、妙にでかい時計が暖炉の上に置いてあるっていうの、結構俺の中では金持ちだな。やっぱ違うな。あとね、家の玄関にじゃなくて、各部屋に、子供の部屋とかにインターホンがある家ってあったな。それ金持ちだったな。あとトイレの小便器に、小便器と大便器が分かれてる家っていうのも結構金持ちだったし、その小便器に学校でしか見たことない黄色い玉とかがある家っていうのもちょっと金持ちでしたね。まあ、金持ち感があれば、ファックス番号東京03-5563-1960、東京03-5563-1960、そしてハガキの人は郵便番号 107-06、TBS ラジオ伊集院光のアップス、とりあえず、仮で、金、持ちの係までどんどん送ってください。待ってまーす。日本一短いデブへの手紙。手紙っていうのはこう長さじゃないんですよね。本当にどれだけその人の心が伝わるかっていうところですね。逆に僕らなんかがこう普通のお便りでもらうハガキで長くいろんなことが書いてあるのももちろん嬉しいんですけれども、
あのただ一言デブ死ねと4文字書いてあるのなんかはすごく嬉しかったりしますね。今急に思い出したことがあるんですけども、すいません、すごいすまないですけど急に思い出したこと、このコーナー全然関係ないっちゃちょっとだけ関係あるんですけど、ちょっと前に喋った、うちの玄関に結婚式から帰ってきたら祝結婚って大きく書いてあった、ペンキで書いてあったっていう事件の犯人は誰だと、でその犯人を通報してくれた人、通報してくれという話を私したんですけれども、犯人分かりました。昨日俳優の山本太郎くんから電話がありまして、それで山本太郎くんと話してたら、祝電届いたかっていう話になって、いや祝電来てなかったけれども、いやいやでかい祝電じゃ、玄関の山本太郎でした、あれはね。えあの話時効かな、言ってもいいかね、山本太郎の話ディレクター OK 出れば。あのね、昔ね、山本太郎が業界から一時干された頃があるんですよ。その干された原因っていうのが、太郎が、山本太郎と俺結構仲いいんですよ、なんか昔から仲いいんですけどね、あのもう何年前ですかね、3年ぐらい前ですかね、4年ぐらい前ですかね、 J リーグできて3年っていうことは、あの頃付き合ってた女と J リーグの開幕戦に行ったから、だから3、4年前ですよ。3、4年前に僕は素敵な気分でっていう、今山田邦子さんが悪戦苦闘している TBS の昼の時間帯をやってたわけですよ。榊原郁恵さんと大島さと子さんと一緒に番組をメインパーソナリティやってた、生放送を TBS の今はない日比谷のシャンテでやってたですよ。でその時のディレクターが今ディレクターをやっている、おっぱいもみぞうこと永田さんなんですよ。でその永田ディレクターとその頃チャリティー弁当っていうコーナーがあって、シャンテの前の噴水の前でタレントさんが作ってきてくれたお弁当をみんなに売って、その金額をチャリティーするっていうコーナーがあって、確か僕覚えてない、ゲストは渡辺典子さんだったと思うんですよ。でその前の日に太郎とお酒を飲んで、その時に昼の番組なんかをね、俺はやっていて、そろそろなんか毒がなくなっちゃうんじゃないかしらって話をしてて、太郎がじゃあ俺があの番組に毒を加えたるっていう話をしてたのはおぼろげには覚えてたんですけれども、番組の途中で渡辺典子さんがお弁当を配ってる時に黒覆面をして手に模造刀を持った男が渡辺典子さんの首を絞めたんですよ。いきなり飛びかかってきて、諏訪大惨事ということになって警備員さんに取り押さえられて丸の内警察に連れて行かれたんですよ。ほいで大変だったな、すごい大変だったな、俺はその時も太郎のこと忘れてるから、して番組終わった後のまあその反省会みたいなのやってる時にディレクターが「おい伊集院、さっき捕まったやつタレントらしいで」って話して、うわいるんですねそういう危ないやつが、山本太郎とかいうやつで、っていう事件があって、太郎君は半年ほどテレビに出ませんでした。それに続いてのテロ行為ですよ。またすいません、話横道それてね、あ戻ってきましたね、本楽がね、レイヤーですね、日本一短いデブへの手紙。斎藤んち、ああ下に覆われて入り口がわからない家だろ。さて来週のサザエさんは人食いように耳から緑の血、首折り石地蔵の3本です。来週もまた見てくださいね。ババンババンバンバン、歯磨けよ。ババンババンバンバン、やっぱ磨くな。ババンババンバンバン、やっぱり磨け。ババンババンバンバン、磨くな。千葉県グリーンモノクロ 90%、 日本一短いデブへの手紙。村田、はい。森山、はい。山口、はい。山田にしてはやけに毛深い生き物。福島県、名前がなくていい。ペンネム ARB。日本一短いデブへの手紙。それでは1位の田中選手にインタビューをしてみたいと思います。おめでとうございます。今一番したいことは何ですか？そうですね、かりんとうをお湯でふやかしてうんこに似せたいですね。日本一短いデブへの手紙。シラスの中に入っているちっちゃいカニしか食べない王様。アイス好き。
嫌な大名、スクイズ大名、嫌な大名、ミサイル大名、日本一短いデブへの手紙。お母様、もし本屋さんにご用があるんでしたらば、カミュの異邦人とゲーテの詩集を買ってきてくださいませんか。まあ勉強熱心なのは結構ですけど、一度に2冊読むよりも1冊を熟読なさった方がよろしいのではなくて。そうですね、では重い方を。嫌な締め技、ときめき締め。日本一短いデブへの手紙。100円食いざんだ。安いっちゅう。日本一短いデブへの手紙。3年 B 組金八トレイン。続いてはプログラムナンバー6番3年生による犬引っ張り。あれスタッフの顔があんまり面白くないっていう顔だな、チキショウ。ピッチャー第1球のモーション振りかぶって投げたかった。最新情報が入りました。生でした。日本一短いデブへの手紙。それでは鑑定結果をどうぞ。ピコン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 。130円。ちょっと待ってくださいよ、どうして横山大観じゃないですか。てめえ、それてめえ自身で書いた絵じゃねえか。なぜそれを。下手くそだし、それ以前に大観はパンダの絵なんて書いてねえよ、バカ。宇宙戦艦円楽。とあるお見合いにて。ご趣味は何かありますか。サボテンひねり汁すすりなんかを。よかった、僕と一緒だ。ラスト。小学校の時の校歌うろ覚えではあるものの、2番の出だしは確か木刀をなるべく使わない。で、以上ですね。今日は俺はこれかな、短いので。ラジオネーム群馬のマントヒギ使い。嫌な締め技、ときめき締め。それとね、そうですね、あとこれも割と好きだったけどな。東京都ペンネーム笠井明宏。サイトンチ、ツタに覆われて入り口のわからない家だろう。あるよね、ツタに覆われて入り口わかんない家ね。お化け屋敷って言われてる家ね、絶対ね。あとね、これも好きだったな。福島県ペンネーム ARB。 それでは1位の田中選手にインタビューしてみたいと思います。おめでとうございます。今一番したいことは何ですか。そうですね、かりんとうをお湯でふやかしてうんこに似せたいですね。この3つをとりあえず風小僧までいっちゃうかな、久々に。超面白かったハガキということで、謎の風小僧グッズをプレゼントしたいと思います。それ以外の人には、アップス特製ステッカーをあげます。日本一短いデブへの手紙、このコーナーは郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス、日本一短いデブへの手紙のコーナーまで送ってください。子供の頃ってさ、デジタル時計してる人ってすごい金持ちに見えたんだけどさ、今なんかよく考えてみるとアナログ時計をしてる人の方が金持ちだよね。なんかね、すごいアナログ時計の方が絶対高いもんね。デジタル時計って今本当に2足3本で売ってるもんね。昔俺の小学校5年の時に初めてデジタル時計を親に買ってくれた時に、デジタル時計なんかしてたら誘拐されるからって言われて買ってくんなかったぐらい割と金持ちだと思ったんだけど、今240円とかであるよね、デジタル時計ね。だってガチャガチャガチャポンっつうの、ガチャガチャ、あんながデジタル時計入ってたりするもんね。それもね、200円のガチャガチャで漏れなくよ、漏れなくデジタル時計入ったりするんだもん。時代変わったよな、今アナログの方が絶対な金持ちだよな。ファックスネームもよこ、ね。
これちょっと僕好きなんですけど、金持ちだと思う人、家にスズメバチの巣がある人学校に寄付したりするようなスズメバチの巣な、あれなんでなんだろうな、みんなな。あとクリスマスに本当の七面鳥食ってる家っていうのがあってさ、金持ちだと思ったね。俺だって鳥のもものランクですごい金持ちだと思ってたのに、もう鳥を丸で買ってく家で金持ちじゃん。なんか鳥の丸焼きにして、あのケツナロの周りがうめえんだなんて親が食っちゃったりするさ、あのでかいのを買ってくだけですごい金持ちなのに、七面鳥食べるんだようちはって言われた時に、お前んちおかしいんじゃねえのって言ってたんだけれども、そんな風習ねえよって言ってたんだけれども、よくよく考えてみたらあるよね。あと正月門松がすごい立派な家ってあるじゃんか、あの本物の門松、俺らの方は偽エビ、偽の伊勢エビならぬ偽エビが付き、偽みかんが付きさ、偽松でどれ一つとっても本物がないのにさ、すごいでかい。まあ例外として植木屋さんの家とか結構きちんとしてるんだけどもね。あとね、ファックスネーム20丸さんから、金持ち、ガチャガチャを全部一人でどん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 やって、いらないのが出たらポイ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 捨てていくね。俺それ拾ってたもん当時ね、俺らの頃はウルトラマン消しゴム、筋肉マン消しゴムより前で、ウルトラマンの怪獣消しゴムっていうのがあって、トントン相撲をするんですよ。ほいでいてバルタン星人とか尻尾がないからボトボト倒れるんで、ポイポイ捨てられてるんですよ。拾った拾った、俺の家の机の上バルタン星みたいになったもん。みんなが捨てるバルタン星人を片っ端から買っては裏ボンドで机の上にこれ貼ってて、まあ、でずっとずらっとバルタン星の全校朝礼みたいになったもん、そのバルタン星人の多さと来たらなあ。みんなお前金持ちの発想が貧困だよ君ら。八王子ペンネームライオットバーン、冬になると小学生のくせに北海道を持ってくるやつ金持ちか北海道。あと逆に貧乏だなと思うのってさ、もう使えない北海道ってあるじゃん、カピカピになってるやつ、あれずっと持ってるやつとかあるよな。あと北海道持っててさ、ものすごい急激に熱くなってさ、ももが燃え出すやつってから燃えるように熱くなることとかあるな。あと北海道鈴木、絵が描いてあってこういうのが家にあるのが金持ちって書いてあるんだけど、すごい汚ねえで、ないとかつけてる鎧が書いてあるんだけどね。それで同じやつで北海道、鈴木陣、こういうのが飾ってあるやつ金持ちって書いてあって、鎧武者の鎧が書いてあるんだけども、じゃあ鎧って書けんじゃねえかよ。鎧あったらそらかなり金持ちだな。じゃあこれ一曲いきましょう。 N トランスでスティンガーライブ。あのですね、日本一短いデブへの手紙に来た、手紙がですね、1996年アップスカルタとしてですね、この世の中に残ることが決定しました。ただしこれね、アップスカルタなんで全ての曜日のリスナーが担当するわけですよ。ほいでいて月曜日の担当はあ行とか行、あいうえをかきくけこね、それから旧仮名遣いのいとえね、それなしなのね、それなしなのね、あ行と、か行から始まる素晴らしいこうカルタの読み札ね。もう世が世ならば百人一首でセミマル抜いてお前が残るっていうぐらいのあの読み札をどんどん送ってもらいたいと思います。で、優秀作の発表はですね、来年1月1日深夜生放送、すごく疲れていてベロがしまえなくなってる時に、あの私ですね、読みたいと思いますんで、どんどん送ってください。待ってます。で、いよいよ来週がですね、スペシャルウィークですね、一応第2回ですね、第2回スペシャルウィークなんですけれども、ゲストに内田有紀ちゃんと X のとしさんが決まったですよ。私はね、内田有紀ちゃんを前にしてるとね、キョンキョン様もそうなんですけどね、ゆきなえちゃんもそうなんですけどね、そういう人が前にいるとね、ああ小学校3年の時にね、ランドセルの中に家に帰ってみたらスパゲッティがたくさん入っていた時あの時から考えてみたらどんなに幸せなことだろうかといつも思うですよね。とにかくリスナーはこういうことしろ、ああいうことしろというのをですね、俺が幸せなのも嫌だろ君だ、だから俺が少しでも幸せから遠ざかるような質問のハガキ等をですね送ってください。待ってます。それと、いよいよですね、ドクサンタは今日までが大変だったんだから、あとは君らがハガキ書くの大変なことぐらいで、12月23日のらしいのドーム、今日ですね、毒攻撃でもぎ取りました。それから12月31日 X ジャパンの東京ドーム、それから1月13日スピッツの渋谷公会堂、1月30日の、シャランキューの武道館ね、それから
から後、自分はこういうチケットが欲しいよ書いて、郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス、誰々のチケットよこせこのクソデブの係までね、このヌラヌラピッグの係までですね、送ってください。もしくは内田ゆきちゃんにこういう質問をぶつけやがれこの妖怪ポストの係までですね、どんどん送ってください。待ってます。全て読まれたハガキにはですね、アップス特製のステッカー、少し面白いなと、これは普通のハガキ以上のレベルであるというものには、ブタレイのブロマイド、すごく面白いハガキ、ね、略してすごおもろの人にはですね、謎の風小僧グッズをプレゼントします。いまだに私風小僧グッズ見てません。でブタレイのブロマイドに関しては今日見ましたけれども、ブロマイドというよりは怪獣カードです。もうこれは魔除け魔除けね。生年月日不詳、自称17歳とか裏に書いてありますね。出身地イタリア、もしくは八の家の可能性強し。体重秘密、好きな食べ物、木ネジとポリエチレン。好きな動物、食べられるもの。好きな言葉、加湿致死。好きな場所、修羅場。趣味、電子ブロック。特技、地雷解除と膝の皿割りゲーム。まあこういうね、あの素晴らしいカードもありますんで、とにかくこれをですね、学生証の中に入れたりしてですね、友達からバカにされるもよしですね、バカにされないのもよしですからね、どんどんですね送ってもらいたいと思います。あー、ちゅうごろで俺は疲れてなきゃダメだね。昨日がオフだった分だけ今日ね、ちょっとノリが悪かったですからね。来週地獄スケジュールなんかやってまいりますので、ベロをしまうことさえできれば頑張って喋るんで、来週絶対聞いてください。じゃあね、バイバーイ。